鳥取県立堺高等学校は、鳥取県堺港市場道町にある県立の高等学校である。略称は、堺高。旧制中学校、新生高等学校時代高等音楽学校、新生高等学校時代水産学校、新生水産高等学校時代新生高等、学校1946年創部。県西部の伝統校。 米子中への対抗心からであった。後に、米子東で監督を務めた、二代目、監督、岡本俊之の指導で急速に力をつけ、創部6年目の1952年に、夏の大会初出場を果たしている。その後も、米子東 OB の抜きな和久の指揮で1973年、春の選抜に初出場するなど、米子東 OB の指導で力をつけた。 夏の甲子園出場回数は7回を数える。甲子園初勝利は1974年の春の選抜だったが、夏の全国大会初勝利は遅く、初出場から38年を経た1990年のことだった。その後は再び初戦での敗退が続いている。全国大会では、県大会で見せた力を発揮できないまま敗れることが多い。 全国高等学校野球選手権大会夏、通算成績1勝8敗、選抜高等学校野球大会春、通算成績1勝2敗元米子東、監督、池田洋二の監督就任で急速に力をつけ、米子北と共に、健康校サッカー界を牽引している。現在は、米子東は世田大学 SC 鳥取で活躍した、広川祐一監督の指導で力を維持している。 全国高等学校サッカー選手権大会、通算成績3勝8敗野球サッカーリーク上競技、ありがとうございます。